シアトルで18歳の日本人青年が入団発表記者会見を行った。その青年が今連日世間を騒がせているマック鈴木こと鈴木誠投手である。マックは去年メジャーの母体を持たないカリフォルニアのシングル A サンバーナディのスピリットでプロ選手としてシーズンを終えた。プロといっても当時の稼ぎは月に500円、日本円でおよそ5万円ちょっと。親からの仕送りも断り、マネージャーと2人で球場近くのアパートを借りて生活していた。私の部屋でも綺麗な方ですよ。ほら結構綺麗ですよね。150キロを超えるスピードボールで4勝4敗12セーブを挙げたマックのところにはシーズン終了までに実に18球団から誘いが来た。その中から彼はシアトルマリナーズを選んだのだ。といっても契約はメジャーではなくマイナー契約。そのため10月からの教育リーグに他のマイナー選手たちと一緒に参加することとなった。しかし今年マイナーキャンプからスタートする予定が急遽特別枠としてメジャーキャンプからのスタートへと変更になった。マリナーズのガイドブックにも彼の名前が堂々と印刷され、全米第2位の発行部数を誇る新聞には写真入りで大きくマック・鈴木の記事が載せられた。2月いっぱい行われたキャンプで彼はスーパースターたちと一緒にトレーニングを始めた。シアトルマリナーズの人気ナンバーワン、ケン・グリフィー・ジュニア。92年アメリカンリーグ首位打者のエドガー・マルチネス、そして去年19勝を挙げた身長205センチのエースダンディ・ジョンソン。あー、何ですか。コーチには日本でも馴染みの深いこの人。おはようございます。やってますね。こんにちは。まだまだ今だ今赤ちょっともう少しちょっともう少しカメラ前このキャンプに参加しているピッチャーはマックを含めて25人。3月から始まるオープン戦で最終的には11人に絞られる。しかしすでに8人は内定しているので、実質的には残る3つを17人で争う、とても狭き門なのである。3月5日いよいよマック初登板の日、日本からは30人余りの報道陣が詰めかけた。試合前とか試合後でもそうですけど、もう今日のこういう時間を作りますから、歩いてる時に話しかけたりはしないでください。お願いします。5000人以上の観客がマックのピッチングを見ようと詰めかけたスタジアム。マックは緊張しているのか、ベンチで一人離れて精神を集中させる。メイトたちの明るいムードとは違い、マックは試合直前までキャッチャーとサインの確認を行った。4回の裏、ついにマックの登板の時が来た。相手は4番。マックの初球は軽々とレフトの頭上を越えツーベースヒット。しかし続く5番バッターは一度もバットに触れさせずに三振に切って取る。18歳とは思えないマウンド度胸はメジャー選手にも一歩も引けを取らない。セカンドランナーもリードができない。結局味方にも助けられたマックは無失点でデビューを飾った。一番バッター下げてますいきなりガーンとかですねびっくりしました。2回目の登板は
アウェーのため試合開始1時間前に球場入りを。コントロールに気をつけて投げたというマックは2番バッターをあっさり三振に取る。3番には140キロ以上の威力のあるストレートを次々と投げ、ライトフライに打ち取る。そして4番のデイビスにはタイミングを外すカーブでこの回を三者凡退で終える。しかし5回、味方のエラーでノーアウトランナー2塁のピンチを迎える。ワンアウトを取ったものの、続くバッターのゴロをショートがフィルダーズチョイス。さらにピンチが広がったが、続く8番はサードゴロ、ダブルプレーに打ち取り、一軍入りを大きくアピールした。そしてこの日、彼の投球をスタンドでじっと見つめる男性がいた。ジャック・ブルームフィールド。彼は1960年から7年間、日本のプロ野球チームで活躍していた名選手で、日本人初の大リーガー、マッシー・村上とも一緒にプレーをしていた人である。 I like Suzuki better than Murakami. I know Murakami. I was with him in Japan. Same team. Same time when he came back. I believe he has better stuff, Suzuki. I think he's going to have three good pitches. Fastball, breaking ball, and change. Murakami had slider and fastball.12日に行われたシカゴ・カブス戦でも0点に抑えたマックは堂々と第一関門を突破。あと3回は降板のチャンスを与えられた。日本の大手製薬メーカーのコマーシャル撮影が行われた。ここまでは順調なマック鈴木ではあるが、メジャーへの階段はまだ上り始めたばかりである。パッと見て僕よりレベル下じゃないかなっていうピッチャーもこのキャンプ来てるピッチャーいますから、そういう人たちには負けたくないし、やっぱり一緒にやってたら負けたくないし、最後まで残れたらラッキーですね。